四角い立方体が、まあ、あるとして、うんうん、これを、うん、まず輪郭をまず描きます、うん、ちょっと最初から立方体を描きます、うん、でこれはただの線の線だよね、うん、平面上の線でしかない、うん、これはあの立方体があるように見せる、まあ、嘘をつくわけですけども、うん、これは光によって、うん、光がここに当たった時こっちから当たったら こっちが、まあ、暗いと、うん、一番暗くなる、うん、濃いで濃いその調子をつけます、うん、まあ簡単に言えばでその次にこっち側がやや暗い、うん、で このまあこれでもう少し差をつけるともうちょっとこう濃くする、ね、うん、というそのまあこれである程度、うん、まあ立方体じゃないかというふうに見える、うん、でこれをまあ細かく薄くなんていうんですかね、そのまあ丁寧にやっていくと、うん、丁寧にやっていけばやっていくほどその立方体らしく見えていくと、うん、いうことです、うん、それでこれは四角い立方体の場合は、まあ、これでいいとするでしょ、うん、例えば今度は円柱、うん、円柱の場合というのは、うん、まあ、こういう円柱体があると、うん、白い、まあ、石膏でできた円柱体だとします、うん、上から光が当たる、うん、まあ、斜め上から光が当たると、うん、そうするとどういう影になるかというと、うん、大体この辺が濃くなんですね、うん、この辺が、うん、それで徐々に、うん、こっちの方が 薄くなるわけですよ、うん、こっちもいくらかね、うん、暗いんだけども、うん、本当はここが一番暗く思っちゃうんだけども、うん、こっち側が、うん、ここは実際に見ると、うん、本当はそうじゃなくて、うん、この辺が一番暗いわけですね、うん、そうすると、うん、これがなぜかだんだんその円柱の感じが出てくるわけですね、うん、こういうね、でもう一つ言うと、これさっきこの輪郭で線を描い鉛筆で描いた、うん、その線をね、うん、その線を消しちゃうんですよ、うん、これも消しちゃうんです、例えば、うん、そうすると、うん、わずかなもうちょっと少し色をつけると、うん、とこれはあのより実際のあれに近くなると、うん、線っていうのは実際にはないわけですよ、うん、立体の、うん、ということで言うとこれも、うんうんうん、これもこう消しちゃうんですね、あの薄くほとんど取っちゃうんですね、うん、でこれも取っちゃう、でほんのかすかになんか、なんとなく薄く見えるとぐらいでこうやっていくと、よりそのこれも逆に言うとこの線も消していっちゃう、うんうん、そうするとよりその
立方体のがそこに存在するというかあるっていうことが、うん、見えてくると、うん、でここに例えばですね影がこう出るんです、うん、出る、うん、影が映ると、うん、いうことですね、うん、それによってよりここにあるっていうふうに見えてくると、うん、これもここに影がこう出てくると、うん、だからその光の、うん、当たり具合によってその形っていうのがくっきり出てくるわけで、うん、それをただ描いてあげると、うん、まあできるってことですね、うん、これが今度は三角錐、うん、そうすると今度はもうここ描かないでもこうやってつけていけばいいと、うん、それでとんがってる方は割とシルエットというのは割と濃く見えるんですよね、とんがってる方が、うん、こっちは薄割と薄くなっていく、広がっていく、こういう、本当はこういう底辺がこういうなってるから、うん、でこれこういうどうですよね、それ でシルエットが今度こう三角だから三角のシルエットができると。こういうようなことですね、うん、これが三角のシルエットになるとここは何にも書いてないんだ、うん、書いてないんだけどこれは円錐形だということが分かる、うん、これはこっちに近いほどまあ実際にはこういうだんだん薄くなっていくと、広げていくと、っていうようなことなんだよね。どの言ったのか、三つのなんだって。セザンヌがね、うん、物体はすべて、すべての物体は、うん、立方体と 三角錐と。円柱とで成り立ってるみたいなことを有名な言葉があるんだけど、それによってまあサント・ヴィクトアールとかこうまあすごい立体というね立体というものを捉えた絵があるけども、そういうことだってね、まあだから要するに指、例えば 手にしたって、うん、こうしたまあ指があると、指がこういう円柱がこう組み重なると、うん、ここはちょっと丸いけど、これ指だよね、うん、で手のひらっていうのは四角いこういう体あの立方体、うん、ここにまあ4本くっついてると、うん、それぞれ円柱がこうくっついてると、こういう関節がそれぞれこうなってで、これがこっち側にまたこういう親指のあれがあって、こっからまた一本こう太いこういう、円柱でね、円柱
てるっていうようなことになってくると、うん、手の構造っていうのが大体こうなってるっていうことですね。うん、手かき書いていけると。いきなりこうなんていうか手のひら全部そのかい、こう書いてもその立体感というのはなかなか出てこないんだけど、そういうこうこうことを理解しながら書いていくと立体感のあるそういう 手っていうものを書けていくっていうことですね。だからこれも